こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ロングティファニー前に行きそうです。サマーボール、それに続いています。さらにはアラビアセゾン、10番ノーザングライス、その後ろ後方に控えたのがリディナ。それでは先頭からロングティファニー先手を取りました。これに続くのがサマーボール、すぐ後ろにアラビアセゾン、その隣にジェイドゲート。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。前に戻りましょう。ロングティファニー先手を取りました。ジェイドゲート、この馬もこのグループ、すぐ後ろにサマーボール、並んで9番アラビアセゾン、ノーザングライス、この馬もこのグループ、すぐ隣にジャックリストレーション、内からはシグナルラピス、カワッチシェル、後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はジェイドゲート、ロングティファニー、ほとんど差がありません。ノーザングライス、3番手カワッチシェル、いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ジェイドゲート先頭、残り 200m、 サマーボール伸びてきた。カワッチシェル必死に追います。ダホス先頭、オーリエット追いすがります。ダホス1着、2着にはどうやらオーリエット、勝ったのはダホス、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。サイフォン前に行きそうです。オットドン、それに続いています。さらにはルキャリエール、10番メリーアンデス、その後ろジェントルメン、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサイフォン、その隣にバブルトワイニング、その外にベストパル、その外からルキャリエール、好位置をキープしています。カワチシュール、並んで5番アブクマポーロ、オールビューティー、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。ベストパル先手を取りました。少し間が空いてバブルトワイニング、これに続いてアブクマポーロ、その隣にルキャリエール、その横にサイフォン、カワチシュール、いい位置です。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはバブルトワイニング。さあ先頭はまだ9番バブルトワイニング、バブルトワイニング、さらにリードを広げました。2番手はベストパル、アブクマポーロ、3番手カワチシュール、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はサイフォン、あと 200m、 先頭はサイフォン、アブクマポーロ必死に追います。サイフォン粘る、一気にジェントルメン1着、2着にはどうやらサイフォン、勝ったのはジェントルメン、見事な勝利です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。勢いよく飛び出したのはロッキーシーズン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロッキーシーズン花に立ちます。その後ろからはハイプロテクター、この馬も上がっていく構えです。さらにはグレートガール、2番スピークシーター、その後ろ後方に控えたのがランブリングウィンズ。前に戻りましょう。ロッキーシーズン先手を取りました。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向上面に入ります。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはグレートガール、その隣にロッキーシーズン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前に戻りましょう。グレートガール先手を取りました。インタークライ、それに続いています。先頭は依然としてグレートガール、2番手はインタークライ、ロッキーシーズン、3番手トロットサンダー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はグレートガール、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はトロットサンダー、突き放しにかかります。後続は大きく離れた。2番手はスピークシータ、トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わって川内立て男、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 100m、 川内立て男先頭、2番手はブライアンズロマン、先頭は川内立て男、1着でゴールイン。川内立て男1着、2着にはどうやらオクトベが勝ったのは川内立て男。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭は名将八重垣、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はエアグルーヴ、先頭を捉えるか。残り 200m、 名将八重垣先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。エアグルーヴかわす。2番手はイブキパーシブ、エアグルーヴ今ゴールイン。段違いの強さです。エアグルーヴ1着、2着は微妙です。これが世界の実力だ。エアグルーヴ。Thank you.
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続がやってきた。バブルガムフェロー先頭です。このまま押し切るか。2番手はノーブルファントム。バブルガムフェロー1着。バブルガムフェロー完勝。バブルガムフェロー1着。2着はノーブルファントム。バブルガムフェロー見事な勝利です。